はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血行進曲ですね。今ちょうど勝ち抜き格闘のオンラインバトルが始まったところになります。まあ自分はまた連合でいきます。連合強いっすね。ゴーダがやっぱりめちゃくちゃ強いっす。まあオンラインなんでどれだけ白熱したバトルになるかちょっと楽しみですね。あとは霊峰がまだ選んでるところかな。てか選ぶの長えな。ちなみに4人全員プレイヤーなんで、まあどこまでガチで来るかというとこですね。まあ第1回目はみんな対象ですね。9回あるんで最初に出せばもう負けたとしても回復できると思うんで。おお、爆弾とステッキ。あのステッキは欲しい。うわ、山田の術使ってるよ。この龍一のね、旋風脚がやっぱ強いっすよね。山田の術か。ちょっとなるべく捨てよう。おーっと、きれい。ダメージはそんなに当たらないけど。この頭突きはね、攻撃力が高いっすね、やっぱり。いってー。くらえ。くらえ、くらえ。ほら。マジ強い、今回のこの頭突き。まあファミコン版でもゴーダー強かったですけどね。とにかく攻撃力が高い。いいてー、相打ちだ。リキのな、あのアッパーもね強いんですよね、当たると。いてててて。龍一の旋風脚がファミコンほどの脅威じゃなくなったんで、入れててて、それでも強いっすけど。ほら、この着地を狙えば。いてー。さすがにリキはタフだな。まだだいぶパワーがある。ほら、まとめて粉砕。いてー。うおー、さすが、さすがに対象戦はきつい。これを狙う。はい、よしよし、龍一はこれ倒せるぞ。これで倒せる。倒せない。逃げてんな。とりあえずゴーダとリキの潰し合いを狙ってるかな、これは。ほら、これだ、終わりだ。よし、いててててスーパーズッキスペシャル。ほら、俺は第1回戦はもらったかな。やべやべ、いけ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 。くらえ。よしよし、やばいやばいやばい。あともう2発くらいかな。これじゃチャンス。おーら、やべ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 。おーら、よーし、とりあえず第1戦目はものにしましたね。オッケー。あの明暗高校みたいなのって強いんすかね。もうパワーが91しかない。まあ次は5台でいきましょう。5台はな、棒があるかないかでもう全てが決まるからな。だいたい棒は捨てられますけどね。さあどうだ。ない、ステッキしかない。あとなんか技もう一つあった気がするんだけど、なんだっけな。いって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 。いや強い、龍二。そう、龍一よりね、龍二の方が今回ね、このアッパーが使いやすい気がするんですよね。なんかしかも俺めっちゃ狙われてんな、恨まれてんなこれ。早乙女のオーラパンチはなんかダッシュオーラパンチができましたからね。あれあれあれ。走ってる走ってる。うーん、5台の下方が向こうが分からない。いって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 、いてー、食らった。いてててててて。
攻撃力は弱いっすよね。ただいいですね。ちょっと何かすげえ変な戦いだな。リュウジがなんかもう少し圧倒的力を発揮しても良さそうな気がするんだけど、いて追撃されたジャンプキックが。最初にあの鉄拳パンチをだいぶもらったかな。あいったーサオトメ受けんなマジで。いてー、ロダイは何気に武器攻撃力が強い気がする。あいちょちょちょ、来て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 、マジか。いて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 、意外に鬱陶しいなあれ。ほい、今回倒れてる敵にも当たりますかね、ダメージが。この鉄球結構いいっすよね、追撃できるんで。やばい、当たっちた。ほーいっと投げとけばこれね、意外にいいんすよ、投げとけば結構ね当たるんすよ。リュウジ落ちるなこれ。よっしゃ落とせる、おらよしよし。高橋とかやつがパワー結構いっぱいあんな。いっててかやばい、俺が落ちる、いて意外に本当に鬱陶しいな。いてててててやばい、食った死ぬ。うおあれ3位か結局。まあ棒がなかったのが痛かったな。5台2回戦目が終わりか。もう死んでんな。西村か、期待できないな。前田がねかなり強くなってるんですよ。飛び膝蹴りみたいな必殺技ができてるんで。ファミコン版の前田めっちゃ弱かったっすけどね。さあ西村でどこまで検討できるか。小林投入してきたか。ぴょーん当たれば強い。あのね前田のねこの膝蹴りがね超鬱陶しいというか。いでいで西村他に技なかったっけ。勝つのめっちゃ遅いな。ほいくらえ、誰か来い。いてやばい、あの弾に当たる、当たった18目だった。西村ヒットポイントだけだからな。打たれ強さとか言ってないに等しいからね。小林のマッハチョップもファミコン版ほど脅威じゃないんでそれはいいですけど。くらえ、なんだタイミング遅かった。あのチョップはだいぶ、おマッハフメフメ持ってるマッハフミフミ超強いんすよめっちゃ減るからね。これだあっという間に削られるから。前田今回かなり強キャラだな。あ、西村なんか変なこの技か。なんだかよくわからないこの武器投げ。鬼だ霊峰が意外に負けてますね今回。いや前田マジ強いわこれ。おらあれに当たれば多分死ぬと思うんだけどな。よしよしよし、やったやった、西村で勝てたのでかいないやでもやっぱりオンラインは白熱しますね。知らない中とはいえ。あとはもう沢口わしおか、わしおと早坂か。明暗高校のキャラクターが全然どんなのか分かんないからな。
さ沢口もね必殺技が追加されてるんですよ。わかんない、追加されてるけど出し方がわかんない。あとマハタタキ超強いですからね。いてぇ今回武器集団だな。やばいやばいやばい、いていていて、あっという間に削られてる。これは今回やばい。強い、速さが全然減ってねえし、いって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 、やばい死んだ、早い。おお、めっちゃ減ってくな。わしお、お、わしおが武器を取ればこいつ多分捨てにかかるぞ。ほら武器捨てられないステージとかだったら面白かったかもな。今回通常のステージの他に別パターンも選べますからね。勝ち抜き格闘は3パターンかな。なんかもう少しリングが狭いやつと、あと落ちる場所がないっていうステージがあるんで、そうすると武器も捨てられる心配がないんですよね。武器持ちにはかなり有利に働く感じですね。まあ機会があったらちょっとそっちの方も部屋を作ってやってみたいと思いますけど。今完全に自分もう傍観者なんで語ってるしかない。木村とか言って弱い気がするんだけどな。顔もなかなか弱そうな顔してますからね。こいつ不良かっていう。ただ武器が、お人を武器にしだした。わしはな、パワーがないから、一番最初に落ちそうな気もしますけど。なんだか、しょっぽい戦いになっちゃってますね。これは速さがでもだいぶまだパワーがありますからね。ワシオの立ち回りが、あ、やばい、やられる。ワシオ落ちた。あとは木村と早坂の一般人同士の戦いだな。お、これは落とせるんじゃん、これ倒せば。今回基本的に結構みんなダウン回避って早いですからね。2回3回と連続で投げるのが難しいんで。しかも結構今落ちそうになってたし。お、これはこれはこれは決まったか、早坂決まったか。おおリングアウト。4位になっちゃいましたね。ゴーダダがだいぶ回復してきたな。あと1回を確実に出せる。よし、熊田投入しよう。熊田は人間魚雷がありますからね、投げれば一発逆転が狙えます。あとなんかローリングアタックみたいな必殺技も増えてるんで。望月か、望月の必殺技なんだっけな、一定1個スーパーダッシュなんで勝ち抜き格闘では使えないですね。これこれこれをね、いて余裕で追撃された。ほーらなんか俺使い方下手だな。やばい、当たる。なんか2個アタック的なのがあった気がするんですよね。ちょっとまず技をねみんな覚えないと。いってー元からいる、あ、あれだ、そう、これニトロアタックって言うんだかわかんないですけど。林がだいぶ起き上がるの遅いからな、こいつ、ちょっと、危ねえ危ねえ。ちょっと落とそう、いってー、投げ技が強い。いていていて、マジかよ、分身してくるやつがいっぱいいる。いや、林結構ついて、強いんじゃない、いってさっきから一手一手しか言ってないし。おお、お、落とされんぞ、あれ。お、こいつ武器捨てたら落とそう。やべえ、逆に追撃された。くらえくらえくらえ
終わりたもん続けよーし林が普通に倒せんなこれ。うおいていていて、おお粘るな。これで終わりた。できれば人間魚雷で倒したい気もするけど、ほらこれははめられるんじゃないって言った。逆にはめられたんだけど、ほらいってあともうちょっとなのに。よーし、ようやく5回戦か。じゃあ次は早見、これで一周ですね。早見もな、棒がないと終わるからな。なんかもう一個技あったのかな。あ、人間魚雷の玉がある。あれは欲しい。いって。ほら。なんか人間魚雷めっちゃ速いっすからね。で、マジ暴走する。あー、山田の術持ってるこいつ。いけー。おお。落っこってた。なんかめっちゃ吉野に狙われてんだけど、やばいやばい、いって、あれダウン中も食らうの？マジか。いて、うーんと、痛い、制御がめっちゃむずい。おお怖い。これはなんとかしてやると止めたいけど、いってここもなんかちょっとしょっぽい戦いっすね。やばい、その中でもちょっと一歩出遅れてんな。いて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 、なぜか壁に当たってしまった。うわ、今回この、お、山崎が落ちる。ダウンすればもう終わりだ、あいつは。いて、やばい。お、これじゃない。これが、いて、死ぬ。あの玉ころを。いて。強いなこれ。普通に投げるだけでもほい。せめておとなし倒したい。おらやばい、やめた。どっちだ、俺2位だ、やった。今ちょっとどこが1位だか全く予想がつかないですね。全然覚えてない、どこが勝ち進んでるのか。よーし、ゴーダ復活出せますね。おお、またこれはほぼ対象戦。まあ大体復活するタイミングが同じになりますからね。やっぱね、竜一よりはね、ゴーダの方が強いと思うんですよね、頭突きが。この頭突き、やばい、やった爆弾投げられた。あのね、膝蹴りより竜二のパンチの方がだいぶ使いやすいんで。いけー、あれこれがニトロアタックだっけ。あれ人間ドリルか。リキもね、あのアッパーがあるんでだいぶ強くなってますよね。霊峰の一強っていうのをあんまり感じなくなりましたね。なんでこれ投げとこう。うわ、まあただ強いことには見て変わりない。粉砕する。そう、2機のあのアッパーは着地点がだいぶ隙ありますからね。
いってくらえで扇風客に巻き込まれた。うわー、追撃できねえか。いやー、2発食らった。これだ、よーし、これだうおー、負けたー。ディディディ、うおー、やーべ、すげー食らった。今すげーいい勝負だったな。怖え怖え怖え。よーし、これだ。いやー、さすがゴーダはマジ頼れる。だいぶいいバランスになってますね、今回の勝ち抜き格闘は。まあこれがいいバランスって言えるのかどうかだけど。あー、前回のやついないな。ちょっと最後5台にかけるしかない。リュウジを出してきたか。さあ、ここで棒があれば。棒よ、出ろ。出ない終わった、マジ終わった。ひてえ投げられた、早速。しかもな、全回復してないからな。やべやべやべ、また早乙女の突進が。すげえな、あれあれ。でもな、もう少しダメージあればだいぶ早乙女も使いやすいキャラだと思うんだよな。そこが残念ですね。なんか5台ないのかよ、他に技。メリケンサックで。ひてひてひて。山田の術、山田の術アイテムが2つしかないからあんまり脅威じゃないですね。アイテム設定もこれ変えられるんですよ、何個出すかっていうのが。最高で5個出せるんで。そうですね、今度はリングアウトのないマップでやりましょう。それもそれで面白そうっすね。いていていて、もう落とすしかない、こいつは。加藤君は悪いけど最初に落ちてもらう。うわ、鉄拳パンチ、やっぱ強い、これが強い。ちちちちち、やべ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 。サオトメとか言ってマジなんない。痛い。加藤ちょっとかわいそうだけど、ちょっとリュウジ先に落とすかな。いていていて、リュウジを相手にしてると俺がちょっとやられちゃう。先にサオトメが全然減ってないな。だから落ちる落ちる落ちる。おお、落とせなかったか。今回この着地のところを落ちろ。やべえ、落とされる。8分で加藤君が死ぬぞ。死んだけど、もう落とす方向で行くしかないからな。まあ5体も副キャプテンだけあって基礎能力は高いっすからね。いけー、頼む、オーラパンチ。俺も当たったよ。痛い、やばい、俺は先にやられるな。サオトメを落としたい。やばいやばいやばい、やばい、落ちる。友人を、やばいやばいやばい、痛え、やった、これは痛い。サオトメ意外にやるな、使い方がうまいっすねこの人。サオトメのあれ、まだ8回戦か、もう1回あったか。最後かと思ったら、いやー、やばい、みんなピンチだ。どうする、西村か熊田だな。悩むなこれ、西村にしよう。前田を投入してきたか。前田くんマジむちゃくちゃ強いからな。あれなんか前もこのメンツだった気がするんだけど。とりあえず武器拾って、てい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 て、ほらよしよし、武器をな、とりあえず武器を投げてきますよ、西村は。
キュンと。よし当たった。いや、いいね。キュン、よしよしよし。飛んできたときに。ああ。いてぇ、超クラフ。撃たれ強さが弱すぎる。これ、前田の、マハスイフに食らったら西村速攻で落ちんな。お、なんか死んでった。うわ、何受け取れんのか。どうやって受け取るんだろう。やばい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 、踏まれた踏まれた踏まれた、超食らうんだけど。最後に攻めてダメだ。前田のマッハ踏み踏み半端ねえ。木村対前田か。これは前田な。いや強いね。熱血じゃなくて花園が、うお、だいぶ強くなってるよな、これ。これ踏まれるぞ。出たー。マハフミフミ、もう3分の1の攻撃力でいいんじゃないかな、あれだったら。まあ、どっかしらのやっぱりバランスは悪いっすよね、このゲーム。さあ、これで全ての競技が終わったかな。全ての競技っていうか、勝ち抜き9回しかないけど。大体勝ち抜き9回だとあれしか出ないんですよね。この、舐めてるやつでしょうしか。まずはってこれで終わるんだよ。餅好きだ。かわいそう。225も減点されてるし。あ、東堂グループ特別賞がある。西村だ。なんでだ。900ポイントも入ったんだけど、すげえ。なんでだか理由がわからない。これ、優勝狙えるんじゃん？ゾロ目で勝がある。おー、力だ。333ポイント。さあ、優勝チーム。やったーなぜか、なぜか西村くんのおかげだよ、これ。じゃあ、得点を見てみましょう。これ、西村のあれがなかったら、花園に負けてたな。2800と2500ですからね。霊峰が今回だから結構あんまりって感じですよね。 OK。 はい、というところで、じゃあ今回のダウンタウン熱血行進曲オンラインの勝ち抜き格闘はこれで終了したいと思います。やっぱりこれオンライン対戦がめっちゃ白熱しますね。なのでまた機会があればやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。